さて、今日のトランスフォーマーは、早くも戦いだ！くそ、ダークエネルゴンの反応を追ってきてみれば、デストロンに先を越されていたとは。一足遅かったな、サイバトロンどもめ。ふん。このダークエネルゴンは、貴様らには一滴も渡さんぞ。スヌトゥーリで、ならば力ずくで奪うまでだ。行くぞ、あう！へ、やってやるぜ。これでも食え。ブシュブシュ。くしゅう、血まついだ。邪魔なブシュ。ブシュ。お、大丈夫かクリフ。ああ、なんとかな。苦戦を強いられているサイバトロン。だがそこへ新たに近づく影があった。サイバトロンどもめ、これで終わりだ。ん？車の音がするぞ。ピピ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 ピ相棒、ええ、こいつら全員叩き潰してやったぜ。まだ終わっちゃいねえぞ。ち、しぶてえ野郎だ。俺に任せろ。ピシュ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 もう一発。ピシュ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 。やった。ありがとう。君らは一体何者なんだ。へ、俺の名前はホットショット。ホットショットじゃねえか。お、バルグヘッドじゃねえか。こんなところで会うなんて奇遇だな。知り合いなのか。ええ、俺とホットショットはもともとレッカーズっていうサイバトロンの特殊部隊のメンバーだったんだ。そうそう、変なエネルギーの反応がしたからこの地球にやってきたのさ。なるほどな。それじゃあ地球に来たからにはオイラたちと一緒に戦ってくれるんだよね。いやー、それが俺旅の途中だったんだよ。地球に来たのはあくまで寄り道程度だからな。そうだな、まだちょっとわかんねえや。そのマイクロンは？ああ、こいつか。こいつは旅の途中で出会ったシエルってやつなんだ。よろしく頼むぜ、ベイベー。お、彼も我々の仲間だ。本当か、OP？よー、 OP じゃねえか。イエーイ、ベイベー。相変わらずキザな口調で話すな。いやー、久しぶりだな。あ、とりあえず我々の基地に案内しよう。その頃、デストロン軍団の基地では、こんな愚か者めが、ダークエネルゴンを一滴も持ち帰れなかったとはどういうことだ。ああ、申し訳ありません、メガトロン様。しかし、新しいサイバトロンに、採掘作業を邪魔されてしまったんです。そうなんですよ。確か、青いマッスルカーだったかな。大いに興味があるね。メガトロン様、その青いスポーツカーとやらを生け捕りにするのはどうでしょう。なるほど。面白いではないか。わしも、その青いスポーツカーとやらの顔が見たい。よし。ノックアウト、ブレイクダウン。貴様らに任せる。ただ、失敗は許さんぞ。心得ておりますとも、メガトロン様。その頃、サイバトロン基地では、はっはっはっは、面白いな、それ。ああ、まったく大根で殴られるなんてどこのバカだよ。まったくだぜ、ベイベー。まったく、また基地の中が狭くなってしまったよ、本当に。あんた、そればっかりだな。いいことじゃねえか。仲間が増えるってのはよ。ええ。ただでさえ俺たちサイバトロンはデストロンに比べて数が衰えてるからな。前来たホイールジャックも、あのまんま旅に出しまったし。ああ、そうそう、旅の途中でホイールジャックに会ったぜ。本当か。
ああ、かなり急いでたみたいだけど。どうしてんだろうね。なんでも地球に向かっているデストロンがいるとかなんとか。なるほどな。またデストロンに新たな仲間が増えるかもしれないということか。でもいい方向に考えりゃ、またホイールジャック地球に来てくれるってことなんじゃねえの？ええ、楽しみでね。待ってくだぜ、ベイビー。その時である。緊急事態発生、デストロンが現れました。うん、これは大変なことになってしまった。よし、ホットショット、シール、君たちが向かってくれ。バルケット、君も一緒に。分かったよ、コンボ司令官。ブレイクダウンである。まったく。ノックアウトのやつね。俺をここに放置しといて一体何をしようってんだよ。ま、やつの考えることは予測不可能だしな。うん。見つけたぞ、デストロン。てめえはブレイクダウン。知り合いか？こいつはセイバートロンにいた頃から俺のライバルなんだ。そいつはすげえや。へえ。どんなもんなのかお手並み拝見といかせてもらえますかね。かかってきやがるサイバトロンども、俺が相手になってやるぜ。ホットショット俺を使え、ベイビー。チュ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 。そいつはアームズマイクロン。くそ、なんてこった。どうりでビーコンたちが苦戦するわけだ。まあいいぜ、こっちにもアームズマイクロンがいるんだ。壊すの大好き。イエー。よし、ハンマータイムだ。ピュ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 。貴様の攻撃など俺には効かねえ。大丈夫か。いや、よくも俺の親友を許さねえぞ、ブレイクダウン。はあ、バルゲット、これでてめえと一対一で戦えるってわけだ。やめておきなさい、ブレイクダウン。作戦通りに行くよ。ノックアウト。さささささささ、うわ、この野郎、何しやがる、このホモ野郎め。うわーっと、助けてくれ。この変態が俺を連れ去れ。ふん。残念だったね、バルクヘッド。これは、新しい君のお仲間さんを捕まえるための陽動作戦だったのさ。すなわち、ブレイクダウンはあくまでおとりだったというわけ。なんだぞ。ふん。こいつを助けたければ、今は使われていない廃工場に来るといい。さて、私は失礼するよ。そういうことらしいんでな。んじゃま、一つよろしく。チュシュチュシュシュ。こら、待ちやがれ！くそー。仕方ねえ。その廃工場とやらに向かうしかねえようだな。その頃、廃工場では。って頼む、ベイベー、乱暴しないでくれよ。まさか、こいつがアームズマイクロンまで持っているとは意外だったよ。洗脳して、我々のものにしてあげようか。え？おい。くっ、俺に洗脳は通じないぜ。うるせえ、黙る、ジャン、ブシャー、ブシャーって、壊すの大好き、ブシャー、ブシャー、やめてくれ。おい、俺の相棒に警察だ。うるさい、黙れ。サイバトロンの情報を話せば、おとなしく返してやってもいいんだぜ。誰が喋るかってんだ、なあ、相棒。その通りだぜ、イエーイ、ベイビー。壊すの大好き、壊すの大好き、ブシャー。この際をまず何とかしてくれよ。残念。アームズマイクロンたちの暴走は我々でも手に負えないほどなのでね。おい、バルグエッドが来るみたいだぜ。さてと、おしゃべりはここまでだ。行くぞ、お前たち。バルグヘッドをとっちめてやろう。くそ、おい、シエル、大丈夫か？ああ、なんとか大丈夫だぞ、ベイビー。おい、お前は、まだ動けるみたいだな。バルクヘッドの援護に向かってくれ。わかったぜ。頼むぜ、バルクヘッド。
デストロンどもめ、どこにやがる。ホットショットを返しやがれ。ここにいますよ、バルクヘッドさん。待ってたぞ、バルクヘッド。けぇ、てめえら、ぶっ殺してやる。いやぁ、壊すのだ、あいつけ。うわぁ、ぶしねぇ。こいつめ、くたばりやがれ。ピピピピピピピ。ぶしねぇ。ぶし、こんな、こしゃくな、ブレイクダウン、やっておしまい。おい、アームズマイクロン。俺と合体しろ。えぇ、ぶっ壊す。さっさと終わらせてやるぜ、バルゲット。だが、アームズマイクロンのないお前が、俺様にどう勝つって言うんだよ。け、こっちにもアームズマイクロンがあれば。おい、バルゲット。お前はシール。俺と合体するんだ。よし、くたばりやがれ。ピピ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 こんな野郎、ピピピピピッ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